ジョー・ウルシュですが、一応こういうディレイが入ってるんだけど、説明していくので一応ディレイ切ります。さて、ジョー・ウルシュのソロに入ります。これの順列組み合わせの3つパターンというか、まず9-7-10 9-7-7 の、その次が逆向き、2つ目と4つ目は同じ、1個目は10で2個目があって、3個目は1弦2弦で、まあジョー・ウルシュさんのいろんなライブを見ていると、もうちょっとイージーにこうなんか右手が動いてる感じに合わせてっていう風で、これぐらいイージーで OK ですという面はあります。スタジオ版の通りにやろうと思ったら、で次は4つ音があって、タタタタトントン、タタタタトントンクイーンで1234ウィッ1234ウィッ、次がこっちまで手が来たので11フレットにして、これは1音半、ここら辺はだんだんあのフレーズはまとめてこっからここまでっていう風に3小節半ぐらいずつ弾いていくといいんですけど、この最後の Q もちょっとこうふいっていった後に、今度は14フレットをチョーキングする、そこに行く感じ、ふいっていったら少し右にポジションが動くみたいなね。薬指でチョーキング、14をチョーキングしました。で次12はチョーキングしない、同じ音が2つ続くような感覚。15をチョーキングする、1弦の12、同じ音が2つずつ、こういうことですね。で次は17フレットを薬指でチョーキングして、小指がすぐ下の1弦の17フレットに、プリングが入ろうが入るまいが、まあピッキングしてもどっちでも弾いちゃうかもしれないね、弾いちゃうか。で、次が一番ジョー・ウルシュのこのフレーズの中で一番かっこいいんだけど一番難しいとこ。17フレットをチョーキングしました。今度15、16、17、これ並んでる、並んでて、最後の17フレットはチョーキングして、ここが難しい。この時に難しさは実は、薬指に、これできる人とできない人といて、僕はそんなに得意じゃないんですけど、ジミ・ヘンドリックスが結構得意なんだけど、1、2弦両方とも薬指の下に挟み込んで2本ともこう持ち上げるんですよ。ほいで1弦を弾いて2弦を弾いて下ろす。
君がこの音を出したい。でこれが難しいんだけど、1、2小節目と3、4小節目は同じ繰り返しなんだけど、ライブ版の時はクイカクイカっていうのが2倍になります。これがスタジオ版の方、同じ繰り返し。ライブ版はクイカクイカキンキンってライブ版の方は2回あります。その違いがあって、どっちでも好きな方を弾けばいいと。で、もう1回で、今度は1弦の17、ここからはドンフェルダーとハモリ。ドンフェルダーの音がこれなのに対してジョー・ウォルシュの音がなので、両方いっぺんにいくとこういうハモリになる。それをで、この1弦17フレットをパキーンってチョーキングしたら、その後ピックを斜めにしてギャーで F シャープ7。このタイミングは1、2、3、4、1、2、3、4、1、2がチョーキングね。で3、4、1、2、3、4、6拍、ビャーって時間かけてここまで降りてきて、その間に左手を F シャープ7の形にしといて、ここで弾く。これがかっこいい。3、4、ここは2弦17フレット一発目はチョーキングする。次からはちょっとずつ下がっていく。だけども音自体は遅めじゃなくて、遅めっていうのはこう、これじゃ遅い。すぐに一発目は1弦の14フレットのこの音を出したいんだけど、2発目3発目4発目5発目ぐらいではもうかなり下がってる音になってますから、で右手のピッキングはカーカッ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 カってやってる時は、まあダウン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 でもいいし、ダウンアップ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 でもどっちでも構わないんだけども、大切なのはブチ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 って音を区切っていくこと。音を区切らないとちょっと面白みがないですね。音を区切るとキャーキャ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 に絶対合わせるといいですよ。でここで少しだけ、気持ちを落ち着けて、このスライドは薬指で、このフレーズが終わったらすぐに9フレットに薬指を置きに行かないといけません。こういうふうに
9をチョーキングしました。7719、なんかちょっとあのクリスタルキングの大都会みたいな感じ。7719、まずこの8つ先にマロンキしてください。順番はダウンアップダウンアップのピッキングでいいと思うんだけど、結構大変なんですよ。で多少こうリズムに乗ってって、その次の D のこいつのこの最初の音に必ず合ってくるように、とりあえずリズムとしてはタカ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 、ここに合うように、一箇所だけ音が鳴ったか鳴らなかったか分かんなかったぐらいになったんだけども、そこを気にしたらもう止まっちゃうんで、ある程度全部の音が出てなくっても8ビートである8分音符のまんま行くしかないんですよ。このキンコンガンコンキンコンガンコンのところがうまくいったら、その後はちょっと落ち着くんで、やっとこれでジョールシュの醍醐味のところとりあえず一つ終了みたいな、そういう感じです。